五墓山古墳は三重県東賀佐奈具町にある古墳。形状は前方公園墳。国の史跡に指定されている。三重県では最大規模の古墳で5世紀頃の築造と推定される。三重県西部の上野盆地北東部において丘陵先端を切断した部分に築造された大型前方公園墳である。現在までに発掘調査は行われていない。 噴景は前方五円形で前方部を北東方向に向ける。噴景は二段築成であるが、前方部は段築を用いて三段のように見せかけている。噴景長は188メートルを測るが、これは三重県では最大規模で、機外の各地域に築かれた有力古噴の中でも突出した規模になる。公園部には北西側に作り出が設けられているほか、噴景表面は、 吹き石で覆われており、そこからは、円筒派は継承派は家型派はなどが見つかっている。墳球周囲では、公園部南側のみで、周堀の存在が明らかとなっている。主体部の埋葬施設に関しては、公園部墳葬の平坦面にある窪みが遠くつこうと、されるが、現在までに調査は行われておらず、副葬品も、明らかでない。また、古墳周辺では、 東側付近で一辺10メートルの豊墳2期の倍長としての築造が認められている。この御墓山古墳は、墳形、出土埴庭などから、古墳時代中期の5世紀頃の築造と推定される。被葬者は明らかでないが、考古学的には、伊賀地域を代表する主張に位置づけられ、地元では、第八代高原天皇巫子の大美子命の墓と伝えている。 ご墓山古墳は、杉川流域において、東山古墳、山の神宿り木立神社古墳に次ぐ、主張母になるが、それまでの古墳に比べ規模が大きく飛躍する。付近には、ご墓山古墳と、同時代になる旦那さん古墳、浅間山古墳、二の谷古墳が存在したと言われ、これらの被葬者は、ご墓山古墳の被葬者を支える立場にあったと推測される。なお、 五墓山古墳以降の市長墓は、杉川対岸に場所を移し、規模も大きく縮小する。古墳域は1921年に国の史跡に指定されている。五墓山古墳の空中写真国土交通省国土、地理院地図、墳形は奈良の先良産古墳と掃除型をなす。先量産古墳と相似形の前方公園墳は、 機内を取り囲むように分布することから、築造当時に、機内性的な領域支配が存在したとする説がある。日本初期、有力天皇十八年上には、天皇に命じられたモノノベと大スクネ、モノノベメレンが、伊賀青墓で守る伊勢朝拾を打ったと見えるが、この青墓を、五墓山古墳に否定する説がある。地理的には、五墓山古墳付近は、上野盆地と伊勢、 大江との交通を訳する要衝になる。また、朝広の矢の威力を物語る内容や、地名のサナグがサナギを指すと見られることから、古代には一体で鉄製武器の生産が盛んであった可能性が指摘される注釈出典ありがとうございます。